どうも皆さんこんにちは。どうも皆さんご安全に。今日の夜、JR 奈良線では線路切り替え工事があります。そんなとこに住んでないから、動画を待つしかないんだよという方へ、スマホでちょっとした遊びができますので、今日はそれを紹介します。JR 西日本のアプリ列車運行情報を開くと、奈良線は全列車運休予定と表示されます。ここをタップすると、運行情報詳細が出てきます。PDF のマークが2つあるね。そう。ここをタップすると出てくるのが、振り替え輸送のご案内と、振り替え代行輸送のご案内というファイルだぜ。これを手にすれば、伏線化工事に絡んだ気分になれるだろ。時刻表で妄想旅行の現代版だね。実はその時刻表にも見どころがあったりする。こちらはみんな大好き。JR お出かけネットだぜ。奈良線京都駅の時刻表です。今日の21時以降はすべて普通桃山駅になってるぜ。JR お出かけネットの時刻表は本当に秀逸で、時間をタップすると、その列車の詳細情報が出るのだぜ。ところが今日についてはちょっと爪が甘かったのか、6時増以降の停車時刻まで出ちゃっているぜ。ご注意の欄に運休情報載せてるから、勘弁してくれやって感じだぜ。まあとにかく特別な時刻設定が今出ているところなんで、思い出とかコレクションでスクショしても良いかなと思うんだぜ。妄想旅行の一員だぜ。一つだけ注意点があるのだぜ。5月21日の時刻表は、明日になったら消えるのぜ。過去データは随時消去してるみたい。なのでスクショは今日中にやってください。明日の午前中も変則ダイヤですが、その時刻表は明日まで見れます。奈良線の全駅、京都から奈良まで、しっかり変更された時刻表になっています。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。それでは皆さんご安全に。